早押しクイズノンジャンル30問上級編シャープ1。問題。ジャパネット高田の塚本、元ゆらゆら帝国ボーカルの坂本、ストーンズの森本に共通する名前は何でしょう？正解は慎太郎。問題。機雷が磁気に反応するため、船体は繊維強化プラスチックであることが多い。機雷の除去を主な任務とする軍艦のことを何艇というでしょう？正解は、掃海艇。問題。その名は、キリスト教の聖人の名前に由来し、東京大空襲や地下鉄サリン事件の際に多くの患者を受け入れた、東京都中央区にある病院は何病院でしょう？正解は、聖ルカ国際病院。問題。かけ方の穏やかな賭場や、常時のない芸妓との交流を意味し、近年になってお笑いにおけるネタ以外の部分としての用法も生まれた漢字二文字の言葉は何でしょう？正解は、平場。問題。ズバリ、ドラゴンフルーツは何科の植物の果実でしょう？正解は、サボテン科。問題。一説には、考案者がシカゴのレストランで働いていたことが由来であるとされる、エビなどの甲殻類の殻を炒め、その出汁を生クリームと合わせたソースのことを何ソースというでしょう？正解は、アメリケーヌソース。問題。同様の鐘が鳴るや、グーチョキパーで何作ろうの原曲である、フランス語で修道士ジャックを意味するタイトルのフランスの民謡は何でしょう？正解は、フレールジャック。問題。ザ・ラスト・オブ・アス、アンチャーテッド、クラッシュ・バンディクーなどのゲームシリーズを開発した、無邪気な犬を意味する名前のアメリカのゲーム開発会社は何でしょう？正解は、ノーティードッグ。問題。かつて台湾では、セクシーな衣装の女性がこれを路上販売していた。興奮物質を含む種子がアジアで嗜好品として親しまれているヤシ科の植物は何でしょう？正解は、ビンロウ。問題。柳総理のバタフライスツールや磯崎新のモンローチェアなど、流線形の合板を使用した高級木製家具を販売している山形県の家具メーカーは何でしょう？正解は、天道木工。問題。イスラームにおける経典の民の一つである、エジプトにおけるキリスト教信徒を指す言葉は何でしょう？正解は、コプト。問題。冬季鑑賞の見どころの一つとなる、高台周辺など、釉薬がかかっておらず、素地が見える箇所のことを何というでしょう？正解は、土見せ。問題。金銭や物品をバレない程度に少量ずつ摂取する手口のことを、薄切りにして食べることが多い、ある加工品を用いて何法というでしょう？正解は、サラミ法。問題。愛知県庁舎や旧琵琶湖ホテルに見られる、鉄筋コンクリート造りの洋式建築に和風の屋根をかけたデザインのことを何様式というでしょう？正解は、定冠様式。問題。2010年に過渡期地から社名変更し、現在は日本タバコ産業の子会社となっている、冷凍食品や即席麺を製造販売する日本の食品メーカーは何でしょう？正解は、テーブルマーク。問題。歯科検診などで虫歯の進行度を表すときに用いられる C1 や C2 の C とは何という言葉の頭文字でしょう？正解は、カリエス。問題。ソフトウェアのセキュリティ上の脆弱性が判明してから修正プログラムや対処方法が確立するまでの間の期間のことを英語で何というでしょう？正解は、ゼロデイ。問題。
例として、志賀清にちなんだ赤痢菌の学名、シゲラなどがある。生物種の学名に対して、命名者が尊敬や恩義の意味で特定の人物名を織り込むことを何というでしょう。正解は、県名。問題。ヤマハやホンダを生んだ静岡県西部に根付くチャレンジ精神を体現する。演習弁で、やろうじゃないかを意味する、かな5文字の言葉は何でしょう。正解は、やらまいか。問題。英語で、火打ち石を意味する、ガスライターやオイルライターの発火石の部分を指す言葉は何でしょう。正解は、フリント。問題。アメリカのドラマや映画では、アイスホッケー部やアメフト部がその役割を担う。アメリカのスクールカーストの中で、頂点に位置する男子生徒の通称は何でしょう。正解は、ジョック。問題。元はギリシャ語で、短命な花や虫を意味する言葉で、手紙やポスターなど、長期的な使用、保存を意図していない印刷物を指す言葉は何でしょう。正解は、エフェメラ。問題。堀江翔太という名義で作曲家としても活動する、六兆年と一夜物語や、人生リセットボタンといった楽曲を発表した人気ボカロ P は誰でしょう。正解は、ケム。問題。映画、イコライザーや、アメリカングラフィティの重要な舞台にもなっている。プレハブ式で深夜営業のものが多い北米の大衆的なレストランを何というでしょう。正解はダイナー。問題。海底火山や流氷の働きによって起こる海水が深層から表層に向かって湧き上がる現象のことを何というでしょう。正解は湧昇。問題。プーマの創業者である兄のルドルフと、アディダスの創業者である弟のアドルフに共通するファミリーネームは何でしょう。正解は、ダスラー。問題。小さい円に囲まれている円の方が大きく見えるという作詞や、指数関数的に記憶が失われるという忘却曲線などに名前を残す、ドイツの心理学者は誰でしょう。正解は、ヘルマン・エビングハウス。問題。野党が政権を握った場合を想定して組織する政策立案機関のことを、影の内閣を意味する英語で何というでしょう。正解は、シャドウキャビネット。問題。ダーウィン・ハナガエルやシクリッドのように、卵や子供を口の中で育てる生物のことを何というでしょう。正解は、マウスブルーダー。問題。2021年には、京都大学の望月拓郎が数学部門を受賞した、Google の創設者、セルゲイ・ブリンらによって創設され、賞金は300万ドルにも及ぶ国際的な学術賞は何でしょう。正解は、ブレイクスルー賞。